青葉の嵐仰ぎ見よ、矢作の流れまさに見よ、伊佐は高しこの力、岡崎これは我が郷土、いざや行け行け青い武将隊、いざ出陣じゃ。幼い頃より家康公の御為に
シュの戦国を最強の武将はい、どんな戦いだ。四天王の神狩りは家康公の片上とは誰が呼んだか、それがしは幼き友のお目付け役、名声沈着切れ者とは三河武士の鏡立て徳川四天王筆頭堺忠次。この一生は何をもて大きい道を行くがのち、その手から今年は富士東京のもとに我慢辛抱堪忍と攻撃に由来する目つぶし、すなわち霞がかかるのである。
笹隠れの米右足を大きく引き
最後青いのい怒りをぶつけたという感じでね、という感じでね、あの、まあ、言葉を作って楽しんでいこうというね、そういった、ところでございまする。本日は、こちらにもねポスターがちらちらと、貼ってございますが、匠の会つなげる匠つなげる思いとございますので、3文字で、作ってまいります。まずは、3文字で、そしてお題は、お題はね、まあ最初だからね、まあちょっと面白く甘いものをお題として、甘いもの完全に独断と偏見じゃん、甘いもの、まあね、あのお菓子の甘いものなのか、はたまた女性をとろかすね甘い言葉なのかというのはね、ぜひご期待くださいませ。たはこっちからでいいか、たはこっちからでいいか、場所落ちか、そうです、大丈夫か、そうです、顔だけ見ることになるかもしれません、大丈夫、完全にこっちからの流れだと思って、信じよう、大丈夫。ではまずはたくみの、早い、分かった分かった、みんな大丈夫じゃん、スイーツ、甘いもの、甘いものだし、言葉でもね、あの女性をとろかす甘い言葉でも大丈夫だから、分かった、大丈夫、大丈夫、分かった、分かった、分かった、大丈夫、大丈夫、よし、では参りまするぞ、匠で、甘いもの参ります。匠のた、甘いものといえば卵を割り、卵を割り、止まりましたぞ。では参ります。匠のくくるくるかき混ぜると、ほう、なんかできてそう、できてそうだよね。卵を割り、くるくるかき混ぜると、じゃあ最後どうなる。たくみのみ、見てごらん、卵だよだって混ぜただけじゃん、混ぜただけじゃん、確かに、確かに、間違ったこと言ってるじゃん、混ぜただけじゃん、混ぜただけじゃん、混ぜただけじゃん、そうじゃん、そうじゃん、自由キャンピー、自由キャンピー、自由キャンピー、皆さんちょっとあの顔だけ、顔だけ見ていただきますよね、顔だけ見ていただきます、顔だけが甘いっていう、なんかうまいこと言ったら、ちょっとな、これだけな伝統の技術を持った皆様がいらっしゃる中で、これはひどい、そうじゃない、これはひどい、ちょっと一回もこれだけじゃ、もう一回だけ、ちょっと理解を与えてくださいませ、お題が悪いんじゃねえか、今しばらくお待ちください。次がハードル上がりました、ね、でもすごいですね。
こんなにたくさん集まっていただきまして、匠の皆さん方もこうわざわざこの我々のパフォーマンスをご覧いただいて、本当にもうありがたく幸せでございます。私匠の会実証には本当におめでとうございます。これからも全部どんどん磨きをかけましてですね、我々、たくさんの主力たちがおります。いろいろ教えていただき、いろいろ見せていただき、百聞は一見にしかずでございますので、それからこういった会をどん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 持っていただきたいと思います。私は、私たち三河博士一同は久しぶりに現代によみがえりまして、江戸の古き良き伝統がまだこう息づいているということを実感いたしております。これからもぜひ頑張っていただきたいと思います。武将隊一同もおかげさまをもちまして、あと1年継続することができました。私が明日に発展するように少しでもお役に立てればと我々思っております。どうか一緒になりまして、ご行動を共にしていきたいと思います。どうか皆さんよろしくお願いいたします。このような話も今では申し上げておりましても決まりませんので、ここで一つまたパフォーマンスを巡ります。新年度から、新年度といいますか、お正月からできました非常にテンポの良い新曲でございます。ドール AOY 岡崎平氏です。どうぞ。
美味しいとこ取れちゃう。みんなほど疲れたふり。全然踊ったんからね。みんな騙されちゃいかん。びっくりや。いやびっくりじゃん。いやいやいや、ということで、さあいかがでな、皆様いかがでございましたでしょうか。いやいや、ありがとうございます。これはあれですな、やはり最後にはな、皆様で歌って踊って、最後は皆様で一緒に盛り上がろうというこのテーマ、堪忍踊りです。最後にしましょうぞ。よいしょ。変わるようにしゃがんでいただけると
三浦大根の皆さんですね。はい、三浦違いですね。じゃあお写真締め切りまいります。5、4、3、2、1、最後皆様方から見て左側の方目線をお願いします。おもちゃでも音じゃない、おもちゃのようなこういう音じゃない、なんかこうやって春が叩くやつあったの。怒られるわ、あのリズムが怒られるわ。大丈夫かな。